はい、こんにちは、ヒトです。今日紹介するアイテムは、はい、こちらになります。これ何かというと、こちらですね。こちらにも書いてあります。白馬電子防湿保温庫 E ドライボックスの KED-25 ということで、25リットルサイズですね。25リットルサイズのカメラの防湿庫ですね。防湿庫を購入しました。じゃあね、まず開封したいと思います。この中にまた箱が入っております。こちらが前ですね。こちらが前、こんな感じです。じゃあね、開封したいと思います。まさかの箱の中に箱と状態でした。まあ、こちらが前ということですね。こちらが前になってると思います。よし、こんな感じで入っております。まあこれこのままに取り込めますので、よいしょ。じゃあね、これちょっと開封します。まずこれ開けたいと思います。はい、こんな感じになっております。でですね、ちょっと横はこんな感じで、後ろはこんな感じになっております。でですね、こちらこの部分ですね、この部分に電源を差し込むコンセント穴があります。鍵はね、鍵は横についておりました。まあ、2個付属してるみたいです。ということで、こちらですね。で、付属品ですね。付属品はまあこの下ですね。下のよいしょ、はい、ね、大丈夫と、ここはコンセントになります。こちらの方に取扱説明書があります。出るのはこちらですね。カメラもう一つ、今2つあるもの、2つあります。レンズですね。レンズが1個、それからあとこの辺ですね。まあ、バッテリーとかその辺は入れておかなくてもいいと思うんですけど、こんな感じでカメラは2個入る感じですね。自分が持って
ってるのには十分かなというふうに思います。まあこれバッテリーはちょっと別として、デジカメとあと自分が持ってるこれね、カメラもこっちに入れた方がいいかなということで、カメラもこちらですね、デジカメの方もこちらに保温したいと思います。でですね、これ磁石でくっつくです、くっつく感じになってますので、別にこれ、ね、あの鍵がいらなくてもいいかなというふうに思います。じゃあね、まずですね、運転始める。こちらですね。湿度設定をダイヤルオンにして連続運転を設定します。空の状態で半日運転し、湿度が下がったところを確認してください。湿度ですね、湿度の設定は、標準は中に合わせてくださいということで、ランプが点滅して運転を開始するという湿度コントローラーの設定、湿度が庫内より低い場合ですね。それカメラレンズの場合は30-50% HR が前後が適してます。でですね、今電源入れてスタートしたんですけど、音は全然ないですね。じゃあこれ温湿度が下がったら物を入れたいと思います。ということですね、運転中は中の LED がこれですね、中の LED が点滅するそうです。ということでですね、湿度がこんな感じで保っております。で中はね、どんな風にしたかというとこんな感じです。 YouTube の撮影用のカメラが2つですね、2つとあとレンズとデジカメですね。デジタルビデオこんな感じになっております。レンズが2つとこちらこんな感じに収納しておりますということですね、こんな感じになりました。でですね、今 Amazon でですね、白馬の、防湿庫ですね、
がすごく安くなっているのでお値打ちになっております、ね、ということでご視聴ありがとうございました。